はい、こんにちは、116インズです。さて、こちらの画像は以前グレンキーをきっかけとしたトレードについて話した時にも出てきたと思いますが、2015年にカンザシティロイヤルズが世界一となった瞬間の歓喜に沸くチームの様子を捉えた一枚です。ロイヤルズといえば1985年の世界一以降は長きにわたってチームが低迷し、2000年代あたりは AL 中地区最下位の常連、勝てない時期が本当に長い間続きましたが、ただフロントは着実に未来を見据えた準備を進め、決してマーケットが大きいとは言えない環境ながらも地道にマイナーを整備して若手のコアが揃うタイミングで勝負を仕掛けた結果、狙い通り世界一を達成したチーム。ミドルマーケット、スモールマーケットのチームが今の MLB で世界一を狙うならこれしかないと思えるような本当に見事なチーム編成でした。最近では少し珍しくなったスピードと守備力の高さを前面に押し出した戦い方もまた魅力的なチームで、エキサイティングな野球を当時のロイヤルズは体現していたと思います。そんなロイヤルズについて今回お話ししたいのはこちらの2人の選手、当時のロイヤルズの主力選手として活躍したエリック・ホズマーとマイク・ムスタカスですね。ムスタカスは高校生の時に2007年ドラフト全体2位指名をロイヤルズから受けてプロ入りし、ホズマーは翌年の2008年ドラフト、高校生ナンバーワンスラッガーとして注目を集めての全体3位指名をロイヤルズから受けてのプロ入りと、チームの低迷が続いたからこそ手にしたドラフト上位指名権を生かして獲得できた選手たちです。二人とも瞬く間に球界の中でもトッププロスペクトと呼ばれる存在となって、彼らや他の若手選手たちが主力として活躍する時期をフロントが見据えてチーム編成を行った結果の世界一と言えるでしょう。ロイヤルズ時代のホズマーといえば、2015年の世界一の頃ともなれば打線の主軸を担ったファーストで、30本以上ホームランを打てるようなパワーはなかったものの、広角に打ち分ける高い打撃技術を生かして毎年コンスタントにハイアベレージを記録していましたし、30本打てるパワーはないとは言っても20本前後くらいは普通に打っていましたので、バットに当ててスピードを生かすロイヤルズの当時の野球とマッチしていた選手でありながら、そこにパワーも多少プラスできる選手でもありましたよね。またバッティングのみならず守備面も極めて優秀で、2013年から3年連続でゴールドグラブ賞に輝くなど、こちらもロイヤルズの野球を体現するプレイスタイルで、ホズマーがファーストにいたからこそロイヤルズ内野陣の守備が安定していた、多くのアウトを稼ぐことができた側面もあるのではないのかなと。一方でムスタカスの方はプロスペクト時代の高い期待とは裏腹に、2011年のデビュー以降なかなかメジャーへの適応に苦しんでしまって、期待されていたバッティングを発揮できていなかったことから、大失敗のトッププロスペクトになるのではないかと心配されていましたが、ロイヤルズの世界一に間に合わせるかのごとく2015年ついにブレイク。この年152試合の出場でホームラン22本、 OPS8 割1分7厘、 WRC プラス123と、ようやくロイヤルズが当初ムスタカスに期待していたであろう姿、パワーヒッターとしての一面をメジャーレベルでも発揮できるようになってチームに貢献。2016年に膝前十字靭帯断裂の大怪我を負ってしまいますが、翌2017年はキャリアハイを大きく更新する38本のホームランを放つなど、本格的にパワーが光り始め、ロイヤルズ打線のパワーソースとしても機能していたのかなと。こんな感じでホズマーにしてもムスタカスにしても当時のチームには欠かせない存在で、彼らの FA が近くなった2017年のホーム最終戦では2人ともロイヤルズファンからスタンディングオベーションを送られるなど、カンザスシティに久々の栄冠をもたらした英雄としてファンからも非常に愛されていた選手という印象が個人的にはありますね。でそんなロイヤルズ時代の活躍が認められ、2人は後に FA となった際に大型契約を手にします。ホズマーは2017年オフにパドレスから8年総額1億4400万ドルの契約を、ムスタカスの方は何度か FA 市場に挑戦しながらも、なかなか思うような評価を受けられず単年契約に甘んじたこともありましたが、2019年のオフにレッズと4年総額6400万ドル、ロイヤルズの黄金期を支えた2人の主力選手は、晴れて一流選手にふさわしい契約を手にしたのでした。が、現実はなんと厳しいことか。大型契約を手にするところまでは良かったんですが、コンフ、ホズマーもムスタカスも、これらの大型契約を満了する前に2人揃って DFA となってしまいました。パドレスに移籍してからのホズマーがいわゆる不良再建的な立ち位置の選手だったのは広く知られた事実ですが、パドレスもそんなホズマーを近年どうにかして放出しようと動き、今年の夏のトレードデッドラインで一時不安外のトレードでナショナルズ移籍がまとまりかけるも、ホズマー自身がトレード拒否条項を発動して、これで完全にサラリーダンプを諦めたパドレスは、ホズマーの残りの契約のほぼ全てを負担する形で彼をレッドソックスへ放出。レッドソックスもトリソン・カサスが控えている状況でホズマーをキープする理由もなく、コンオフ DFA 後にリリース。ムスタカスに関してもレッズに移籍してからというもの、自慢のバッティングは完全に鳴りを潜めてしまい、レッズも3年間我慢したんですが、コンオフチームがカート・カサリと契約を結ぶにあたって、とうとうムスタカスを DFA するに至りました。ということで、カンザスシティの英雄が30代半ばを前にして契約途中に所属先を失ってしまい、今後のキャリアについて不透明な状態となってしまったんですよね。
2人の今後はどうなってしまうのでしょうか。これは個人的な感想ではあるんですけれども、正直に言ってホズマーはまだ使い道があると思っています。今季のホズマーはパドレスとレッドソックスで計104試合に出場し、 WRC プラス104、ウィンザボリプレイスメントが 1.1、 8年総額1億4400万ドルの契約には到底見合わないパフォーマンスなのは当然そうなんですが、ただ残りの契約の大部分はパドレスが負担するため、今後ホズマーと契約するチームは最低年俸分のみを負担すれば良いことになっています。最低年俸で雇える選手として考えたらそんなに悪くはないのかなと。今季のように2割7分前後くらいのアベレージは残してくれそうですし、またホズマーの今季の打球傾向としてあまりに高すぎるゴロ率と引っ張り傾向が一つ特徴として挙げられますが、来季からはシフト規制が導入されるため、もしかしたらその恩恵を受けて来年もう少しアベレージが上がる期待もあるのかなと。フォアボールはそれなりに選びつつ三振は少ないと、アプローチも悪くないので、彼をうまく活かせるチームはきっとまだあると思うんですよね。これまで大型契約の存在もある種彼を苦しめたと思いますので、そこから解放されてのびのびとプレーできる環境が見つかれば、また輝きを取り戻せるかもしれません。一方でホズマーと比べて苦しい状況に追い込まれているのがムスタカス。レッズに移籍してからの3年間で WRC プラス81、ウィンザボリプレイスメントはマイナス 1.8 と、契約に見合う見合わない以前のパフォーマンスで、まさか打者天国のレッズの本拠地グレートアメリカンボールパークでプレーしながらバッティングがここまで悪化してしまうのは、レッズフロントとしても想定外だったでしょう。またここ2年間のムスタカスはふくらはぎの怪我などでまともにプレーすることすら叶わず、2年間で合計184試合を欠場。今季に至っては1年間で6回もILに入るというありさま。怪我でまともにプレーできず、プレーできたとしてもリプレイスメントレベル以下。かつてのムスタカスはシフトもうまく活かしてセカンドで平均程度に守るという新たな一面も見せたりはしたんですけれども、34歳という年齢や近年の怪我、そもそもシフト規制も導入されることを考えると、ここでまた価値を生み出すことも難しく、本当にどうしたものかと。これまでの実績を踏まえてマイナー契約を提示するチームはいそうですが、メジャー契約は現状は絶望的かもしれません。ロイヤルズの世界一から7年世界一の原動力となった2人の大型契約が失敗に終わってしまい、特にムスタカスをめぐる状況はかなり厳しくなってしまっているのは寂しさも感じるところではあるんですけれども、2人の今後はいかに。なるべく長くキャリアを続けてもらいたいところですが、果たして今夫2人の新天地はどのチームになるのか、そしてもう一度ロイヤルズを世界一に導いた当時のような輝きを見せることはできるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。